ありがとうございます。はい、もちろん。ありがとうございます。いけるよ。いらっしゃい。勝手ね。コプロミンの皆さん。いかがですか。歌い上げに先立ちまして、2AW 代表取締役会長鳥田よりご挨拶でございます。よろしいでしょうか。それでは始めさせてもらいます。2021年9月23日春分の日、 2AW インフィニティ2021オーダーにご来場誠にありがとうございます。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 すいません、ちょっとまだ喉が、コロナの、ね、後遺症みたいな感じで、なかなかこう皆さんに聞きやすいようなお声でお届けできてなくて大変恐縮でございます。コロナ退院してもう1ヶ月ほど経つんですよね。まだ、いろんな後遺症があるみたいですが、私ちょっと喉、声が出にくいというような後遺症が始まって、非常にこう皆さんにご迷惑をかけているなと思っております。また本日は珍しく、久しぶりにというかお暑い中ですね、いろんなイベント大会が各地である中で、オリエンタルホテル東京ベイ、ここで開催するインフィニティに、ね、本当にご来場いただきまして皆さんありがとうございます。選手スタッフ一同感謝申し上げます。ここオリエンタルホテル東京ベイ様ではですね、今日が4回目、毎年1回ですね、大体このぐらいの時期にですね、定期的に、今後もですね、会場貸していただいてやらせていただければいいかなというふうに思っています。やっぱりこう非常にこう、会場も、普通の立派な、ね、宴会場で綺麗ですし、普段の、ね、体育館だったり普段のツーダブスクエアとはまた違ったんですね。皆さんに体感体験をしていただいてプロレスを見ていただければと思いまして、オリエンタルホテルさんとは、競技の上で、毎年1回はやらせていただけるように来年以降も、続けていきたいと思いますので、また皆さんもぜひ夢と魔法の王国に遊びに行く時であるとか、そういう時に、ご宿泊含めて、今レストランはちょっとこういう緊急事態なんでやられてないようですけども、ぜひご利用されていただければありがたいなと。結婚式なんかもね、だいぶ予約が、コロナで遅れて、伸びて伸びて、もう来年の、後半ぐらいまで予約が入ってらっしゃるそうなんですけども、やっぱりこうホテル事業とか飲食事業とか非常に厳しい中、皆さん、歯を食いしばってね、いろんな試案をしてね、いろんなことを考えて、自分たちの事業をね、維持継続、もちろんプロレス業界もそうでございます、しようとしますので、ぜひ皆さんオリエンタルホテル様をよろしくお願いします。オリエンタルホテルの宣伝は、そこまでとして、ちょっと私これ肩にねかけさせていただいて、それはバスタオルじゃなかったんですね。もう秋口になって、冬になるんでね、みんな、当然夏のシャワーをたくさん浴びるでしょうけども、ちょっとバスタオルというこうグッズを作ってみました。もし皆さんよろしければ物理はですね、あるいは楽天市場ですね、楽天市場のツーダブルストアでお買い求めいただければ、非常にこう、ちょっと薄めかなって気がしますけれども、肌触りも良くてね、なんか、イメージを見るとかっこいいなというふうに思いますので、お手に取って見ていただければと思います。
で、また今日はですね、いくつか目玉があるんですけども、その中でも新学期の一体労働、本当は7月9日の新木場のユニティで、アイス日本の藤本選手とやる予定だったんですが、ちょっとその時、本人が怪我をしてまして欠場中だったということで、それを何て言うんですかね、もう一度ということで今日は、藤本選手と新垣と引退ロードの一つとしてシングルを組ませていただきました。また一昨日全日本プロレスの後楽園大会で、スワマとジェイク・ギガリ三冠戦を素晴らしい試合だったと思うんですけども、それでまたジェイクが勝ちまして三冠王者として今日、あんまり変わりなかったんですけども、マシモ・アナミと、タッグですが、カードを組ませていただいています。この2人は、全力プロレスの最強タッグでも前踊りしてますので、まあ、こう登っていけば当たるのかなという気もしますけども、あんまりこう、2人が想像していることがなかったので、ちょっとこのインフィニティですね、ジェイクとタッグでございますが、マシモの絡みを皆さんに見ていただこうと、まあ、その他盛りだくさん全5試合を皆様にお届けします。やっぱりこの先ほど言っております夢と魔法の王国のエリアで、我々は愛と希望のプロレスを、ね、皆様に提供して、このコロナ禍でもですね、前進しよう、ちょっとでも皆さんと一緒に前に進もうと、そういうことをお届けできる団体、そういうことをお届けできるプロレスの会社であり続けたいと思っていますので、これからもどうぞ強くなる応援のほどよろしくお願い申し上げます。はい、ということで、見づらいと思いますけども、横に2つ画面がございます。ここでインフィニティの奇跡、を見ていただいて試合を開始いたします。皆さんどうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。本日はご来場ありがとうございました。ここがいいの2WF の熱を現地で味わってみませんか。11月6日 2WF 有観客興行、こちらチケットございます。そして今年の 2AW は年内最終興行、12月26日グランドスラムイン TKP ガーデンシティ千葉大会となっております。今年は攻めます 2AW、こちらいつも4階なんですけど、4階ちょっと広い3階での興行となっております。こちらも合わせてお願いします。そして次どれにしようかな、10月10日同期興行ファイナル、こちらは特別リングサイド売り切れて残り指定席のみとなっております。こちら新垣比奈選手が引退する前の最後の同期興行となります。チケット残りわずかです。チケットお手元にない方はぜひお早めにお買い求めください。いらっしゃい、いかがですか、いかがですか、いらっしゃいませ。かぶっちゃったんすね。まあ、こんだけありますからね。いらっしゃい。これももしかしたら2枚目ってことないですか。これは多分大丈夫。大丈夫ですか。いかがですか。グランドクラブインティケービーガーデンスティッチこの大会になっております。使われますよ、名前書いてありがとうございます。どうもです。はい、ありがとうございます。今日から発売リッキー富士おしりんキーホルダーベイベー、うん、ありがとうございます。今日から発売のリッキー富士おしりんキーホルダー、これがまたなんとバカ売れて飛ぶように売れております。もう残りがこれだけしかありません。生中継ですか。すごい。生中継らしいです。まだ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 。
お前らニコプロ困ったら俺らのとこ行くんじゃねえぞ。おい、もうやられました。はい、ひどい、言ってやる、リベンジだ。さあ、売れに売れております、おしりんキーホルダー、もう残り少なくなっております。発売と同時に瞬く間にもうあと2個在庫はあるのでしょうか。他のグッズもいろいろあります。よろしく。うまくかけなくなっちゃう。お名前は、はい、どうもありがとうございます。どうも、こんにちは。やっぱり鍵なんで落としちゃって。大丈夫ですか？鍵落としちゃって。わー、すごい。めちゃくちゃ折れそう。やっちゃいます。だから、また鍵入ってます。残り少ないので、もう20個ぐらい売れちゃって。しおりさんは、それはつるりんです。大会に先立ちまして、 2AW 代表取締役会長トイレルにご挨拶でございます。投資でね、見ていただいている皆さん、本当にありがとうございます。ちょっと同じような話が続いちゃうので大変恐縮でございます。それでは始めさせていただきます。2021年9月23日グランドスラム in オリエンタルホテル東京でご来場誠にありがとうございます。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 ちょっと今日暑いんですよね。2AW がね、新たにこうバスタオルっていうジャンルをね、グッズとして展開していこう。これバスタオルなんですね。皆さんぜひね、ちょっとありがとうございます。もう早速ありがとうございます。これ私もう新しいやつ忘れるみたいです。あんまり進まないね。1回か2回洗っていただけると、ね、この吸収力抜群なね、バスタオルになりますので、皆さんぜひご家庭に2つ、1つは本当にお風呂入って使っていただく、1つは、まあ、こうサインをもらってね、選手がバーッと飾っておくとかね、なんかそういう使い方もございますので、ぜひ通常のバスタオルご愛用ご購入いただければと思います。なかなかいい生地でねできていると思ってますんで、サンプルの時から私見てたんですけど、なんでバスタオルがねえんだってことでね、作らせたんですよね。売れてくれると第2弾第3弾が出せるので、ね、よろしくお願いします。で、ちょっと、インフィニティでも同じような話を申し上げたんですが、オリエンタルホテル東京ベイさんのこの会場ですね、この会場でやらせていただくのが今年で今回で4回目なんです。で、毎年1回大体この時期にねやらせていただけるように、ホテルの皆様とね、ご相談させていただいて、まあ、ちょっとやる、この地域で来れるというお客様、あるいは駅からすごく近くですね、もう駅から雨に濡れないで来れますからね、まあ、非常にこう我々としては重要な貴重な、会場興行というふうに位置づけておりますので、まあ、来年再来年、まあ、10年ぐらいはね、続けて定着させてみたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんもさっきちょっとお客様何人かが昨日から泊まって、今日のこの前の大会、それでもグランドスラムと見ていただいて、まあ、お家にお帰りになるという方もいらっしゃってね、すごいなと思いましたね。でも本当に綺麗なホテルでね、結婚式なんかもこの会場でやられるそうなので、もし皆さん
一度と言わずということは言えませんが、結婚式でね、お伝えになる場合は、ぜひ、通用ラブ見たよっていうと、多分支配人の方がちょっとだけね、サービスしてくれるかもしれませんので、ぜひオリエンタルホテル東京へよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。それではちょっと今後の予定といいますか、今年の予定といいますか、ツエダブとしてビッグショー、今日9月23日、ビッグショーですね。で次は10月の28日、後楽園ホールで18時半、これ平日の木曜日なんです。後楽園ホール10月28日、今年ツエダブとしては最後の後楽園ホールでございます。それと11月は11月14日、TKP ガーデンシティ千葉大会。11月は11月14日 TKP ガーデンシティ千葉大会と、で年内最後のビッグショーは12月の26日、これも TKP ガーデンシティ千葉大会ということになりますので、まあ、ビッグショー今日、それと10月28日後楽園、11月14日 TKP、 12月26日 TKP というふうになっておりますので、皆さんぜひ、予定をできたら入れていただいて、ツーエラブと一緒にね、今年後半といいますか、もうあと3分の1ですけども、4分の1ですけども、一緒になってね、走っていただければと思います。またこれも宣伝しなきゃいけなくて、やっぱりここを、シングライアスといいますか、この東京ベイっていうよりは、夢と魔法の王国のね、エリアでございます。まあ、皆さん、あそこに来る、夢と魔法の国に来る皆さんをお客様として成り立ってるなという業種が結構ありますね。我々もその夢と魔法の国のこのエリアでね、我々としてはこれもどういうフレーズで皆さんに伝えようかなというのを、まあ、3人ぐらいで悩んだんですけども、2AW としましてはね、その夢と魔法の王国に、まあ、かけまして、愛と希望のプロレスをね、皆さんに提供したいと。それでこのコロナ禍でもですね、皆さんと一緒に前に進む気持ちも体も経済も政治というのはちょっとあまり言いにくいんですけども、もうみんなで前に進めるようなそんなプロレスをですね、皆さんに提供させていただける団体であり続けたいなというふうに思っておりますので、これからも2AW そしてオリエンタルホテル東京へどうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。それでは最後のお知らせになります。今日は、新垣秀哉のね、引退ロードのタッグマッチも、それとメインでは、ツーダブのタッグ、これ吉田と、間違えました、吉野と永井がそれぞれね、相手の土井選手と富城選手にね、シングルで、まあ、チーバトルなんですけども、二人やられちゃってますんでね、ちょっと心配はしてるんですけども、ツーダブのタッグの選手権試合をメインにしておりますので、どうぞ皆さん最後まで、楽しく明るく拍手で応援をして観戦をいただければと思います。本日はご来場誠にありがとうございました。いらっしゃいませ、いかがですか。今週の日曜日 G バトル110、はい、2AW スクエアで行われます。自分は田島邦夫選手とのシングルマッチ、非常に頑張ります。そして今年の 2AW 年内最終興行は12月26日グランドスラム in TKP ガーデンシティ千葉大会。いつもこちらの会場4階を使用しておりますが、今回はちょっと広い3階を使用するということで、はい、大きな大会になること間違いなしです。そして、はい、10月10日同期興行ファイナル、だから同期じゃねえよ、こちらは特別リングサイドが売り切れてしまったため、指定席が、もうちょっとだけ残っております。予約席はお早めにお買い求めください。そして、はい、11月6日 2WF 有観客興行、奇数月の毎週水曜日金曜日に、2W が道場で行っている 2WF ですが、その空気を現場で体感できる貴重な興行となっております。こちらまだ、最前列リングサイド指定席ございます。ぜひ予約席はお早めにお買い求めください。はい、
そして次回のビッグマッチグランドスラム in 後楽園ホール大会、こちらは10月28日後楽園ホールでの大会となっております。こちらまだ正面側、まあ、南側の最前列残り4枚、そしてまあリングサイドは結構まだ残ってるので、ぜひこちらもまたチケットお手元にない方はぜひお早めにお買い求めください。お願いします。さあ、そして先ほどは12月26日の TKP ガーデンシティ千葉大会を宣伝しましたが、直近での次の TKP ガーデンシティ千葉大会は11月14日日曜日です。こちらはいつも通り4階で大会を行います。こちらあと正面側の最前列が残り1枚となっております。今からでもニコプロを見てる皆さん、今からでも取り置きの連絡いただければ最前列まだ空いてます。残り1枚、ぜひお買い求めください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、遊んでる場合じゃない。ご審査じゃない、すいません。ありがとうございます。多分ないと思います。1000円ばっかり。あ、音、あ、音、お願いします。はい、左側正面側の最前列が残り4枚となっております。さっき6500円の場所です。サインはどうしましょう。サインお願いします。はい、お待たせしました。ありがとうございます。こんにちは。はい、ありがとうございます。1000円です。今度お預かりします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いらっしゃい。ありがとうございます。いいよ。ありがとうございます。頑張ってください。2、A、W、先に買ってた。ちょっと乾かしてください。はい、じゃあお願いします。はーい、2021年9月23、お名前書くんでちょっと映さないで。ありがとうございます。どうだ、どうでした。暇になったか、片付けようかな。あと2回まあ、現在の売れ行きを見ると、よりの方が売れてるっていうことかな。引きよりも、ね、これはもう皆さんはね、これからポートレートを作ろうという方々はね、よりの方が売れるという、もうこのね、もう純然たる事実を、受け入れましょう。よりの方が売れます。よし。